くなってきましたからね、なんか走りに行かないかもしれないですけど、すごい、はい、すごく使えます。で、何がいいかっていうと、ここにポッチがついているので、あ、例えばスカートを取り揃えております。こうこう上げてもらうと寒い中作業するので、ありがとうございます。このポッチ入れてもらうと手に持たなくても、ずっといろいろ活動できたり動いてきたりするので、ぜひ1000円で、はい、皆さんこの後お買い上げください。お願いします。ありがとうございます。多いな、5000円。メンバーを自分に例えて言うと、みんな取り合い、
本当にこうやってねお会いできてよかったです。ということで明日キーワードですね。キーワードです。ゆうちゃんに勧められたと言ってください。
ください、はい、そしてあのあやちゃんが来てて、ね、ワイヤーってあのキューちゃんが軽くして軽くして軽くしてってずっと言ってて、さらに軽くなったっていうところで言うと、これもキューちゃんに勧められたって言ってたと、ブレスレットが付いてくるっていうところが結構多かった。最近あの そしてあのせっかくこういうメンバーが集まったんで、あのファイティングのゆるキャラのファイヤーズと一緒にあの、ね、写真をちょっと撮らせていただいて、実は次のステージが多分あると思うので、はい、あのファイティングのキャラクターのファイヤーズとゆるキャラクター、ゆるキャラクター、ゆるキャラクター、はい。はい、キュンちゃんとピョンちゃんとあのアヤちゃんって間に入っていただいて、はい、あのこういうね、ちょっとあんまりないと思うんで、ぜひ撮ってください。あ、こちらはありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にあの私たちの皆さんに最後にエールだけお願いします。次のステージもあると思いますので、はい、ここでやっぱり見せようと思います。開催ということで、いつも心配していた秋川さんだけで、皆さん、秋川さんが退職されたのかなと思うんですけれども、ぜひ、ね、あのしっかりと給水を取って、そして給水の余った分はしっかりと体にかけながら、明日はパークマラソンを行っていただきたいなと思います。野口瑞稀さんや、あの先ほども言った大迫選手を加え、また川内選手、安藤選手、黒田選手のね、世界陸上スター選手に、そしてなんといっても今年の一番の、4月1日に女子の世界記録が出ました。その世界記録を出した選手がこの勢いで参戦します。ということで必ずあのありがとうございます。それ次第だと思うので、世界の速さをぜひ皆さんあの肌で感じていただきたいなというふうにも思います。またあのこの大会走っている2時間だけが2時間3時間ですね、じゃああの大会ではなくて、で今日からまたあのステージの方もありますし、終わった後コースとまたトークショーもありますので、でこの一泊はい、はい、